日本北海道石狩振興局石狩振興局は北海道の振興局の一つ。振興局所在地は札幌市中央区。2010年4月1日、石狩市長に代わって発足した。北海道地方で最大規模の人口を有し、宮城県と同程度である。札幌市に人口の8割以上が集中している。 人口密度は、約655人、平方キロメートルで、北海道最大の人口密度となっている。道内における石狩振興局の置石狩振興局の自治体1、札幌市、2、江別市、3、千歳市、4、江庭市、5、北広島市、6、石狩市、7、東別町、8、新篠の津村南西部は、山岳地帯、中央部は、 石狩川を中心とする石狩平野が広がり、北部は背後に、マッシケ山地を抱える、海岸地域である。鳥取県とほぼ同じ面積であり、道内市町の中では2番目に狭い。山地河川故障後振興局の中では最大かつ、振興局管内の広域業務を所管する、空地総合振興局をはじめとする旧、総合振興局のすべてを上回る人口を、 有しており、合わせて14の振興局、総合振興局の中では、唯一、人口の増加を続けている。石狩振興局管内の市町村は、複合的一部事務組合である、札幌広域県組合を構成していた。同組合では、図書館、ネットワーク事業や、職員研修の合同化等の事業を行っていたが、2019年7月31日に、解散した。 従来の石狩市長と同一である。14市長を旧総合振興局、五振興局へ再編する。北海道総合振興局設置条例では、空地市長より改組される同総合振興局の下部組織として設置される予定であったが、根室、日高、日山、留萌の4市長管内で、格下げに対する反発が生じたことから2009年3月に、 条例を改正。石狩をはじめとする後振興局については、総合振興局と同等の地位とされる一方で、広域で所管することが望ましい業務に関しては、隣接する空知総合振興局が、石狩振興局管内を含む石狩、空知地,地方全域において事務を担当する。札幌市を中心に都市化が進んでおり、 北海道の振興局の中で最大の人口と最大の人口密度を持っている。新聞社放送局全局音声多重放送実施。石狩市北部方面や苫小牧市寄りの地域を除く、地域では石狩管内にあるコミュニティ FM10 局をほぼすべて受信できる。新千歳空港札幌駅札幌市営地下鉄、札幌市電札村自動車道石狩1。 新航空公鉄道路線地下鉄高速道路国道公安。ありがとうございます。